はい、どうも、ふめだおです。今回ですけども、月光カイロレーンの動画になります。初復活ということで、まあ皆さん持ってなければですね、まあコレクターの方欲しいという方がまあたくさんいるんじゃないかなということで、見てくださいよ、このスキル、めちゃめちゃかっこいい。そしてマスタールーキに全部避けられているということもあってですね、なんとコインマイナス補正がついていて、コインの効率が残念すぎるというところではあるんですけども、スキルがね、まあ結構回りつつ、見てもらってわかる通りですね、タイムゴミがですね、まあ、なかなかの出によってですね、前半ものすごいことになっちゃっております。ただ後半の失速気味もですね、ぜひ最後まで見ていってもらいたい、そんな、動画になっておりますので、はい、見てくださいよ。まだ56秒ですよ。タイムボム出すぎでしょ。後半全く出ないんで、その辺もご注目。はい。これコインマイナス補正どれくらいかかったかな。マイナス 30% ぐらい確かかかった気がするんだけど、どうだったかな。マイナス 20% か、マイナス 30% なんですけど、まあ、ちょっとね、今調べてます。まあ左に多分記載されてるんで、まあそれが答えかなと思うけど、左に記載されてたらですけどね。スキル発動数はね、スキルマックスで19です。はい。コインマイナス補正はマイナス 30% でした。で、ジャイロ使ってもね、消去数はね、伸びないんで、もう、単純にもうこう、スキルマックス。まあ、シャッフル使ってちょっと整えてもいいかなとは思いますけど。でね、この最初の斜め切り2回やるんですけど、まあ、これがですね、この左下の方が、まあ、ちょっとね、タイムボム圏内の昇級に間に合わないとき、間に合わないとき、少ないときがあってですね、そう、タイムボムが狙えないときもあるんですけど、まあ、それでもですね、そう、まあ、体感は結構タイムボム出るなというところですね。でもやっぱ、効率は悪いっすね。効率はマジで悪い。マイナス 30%。だってこれ、まあ、スキル的にはさ、まあ、言うてマスタールークと同じようなもんじゃないですか。最初数箇所消しして、その後斜め消しして、その後最後に大消去で斜め消しと。ジャイロ使えば35以上出せるっていう、そんなところなんだけど、こっちはですね、まあ一方、マイナス 30% かかりつつも、消去数も最後の33とかですよ。なんでも消去数が少ないんですよね。で、マイナス 30% かかっちゃってるんで、だいぶお辛いですよね、と。いう、そんな感じです。ほら。多分フルアイテムで、本当にめちゃめちゃ運良ければ2万枚とかいけるんかな？いけるよね。本当にめちゃめちゃ運良ければ。まあ、俺よりなぞりが早くて、いい人だったら余裕でいけんじゃん。ということで、ほら見て見て、タイムボムが全く出なくなって、大失速中です。こんな失速するっていうレベルで失速してるんで。8消去とかで、そう、ボムアイテム使えば8消去でタイムボムが出るようになるので、やっぱフルアイテムだったらまあワンチャンね、っていうところです。ちなみにこれ、あのペースからね、最終結果は、まあ、最後まで見てほしいんだけど、万枚はね、いってないっす。万枚どころかみたいなところなんで、まあそこも驚きではあるんだけど、初動のあの46秒で4000枚ぐらい。えぐいっすよね、ペースは。ハイペースな。ところからの、超、ペースダウン。っていうね。まあ、このズームさ、まあ、タイムボムに流れするしか、まあ、強さは見出せないんで、まあ、プレイ時間がどうしても長くなっちゃうんですよね。そこも、まあ、だいぶ辛いところであるけど、またタイムボム次第か。ジャイロでね、マスタールークぐらい行くんであればね、まあ、より、スキルが回って、っていうところはあったかもしれないけど、やばいでしょこれ。
見てくださいよ、これやばいでしょ、これ7500枚、バーサカル7500枚ということで、まあ一発はね可能性はあるけど、はい、まあ基本的にコイン稼ぎで使うことはないかなっていう、まあそんな、ところです。で最後ね、まあちゃっかりと金箱チャレンジして、何だったかな、ハートだったような気がします。レベチケだった。ありがとうございます。バイ。